いよディスカバリー1号と同じ木星の衛星イオを回る軌道に入ることになった。何の反応も送ってきません。脱出するんだ。何かが起こる。何が起こると。素晴らしいことだ。ロイド博士。なんだね、ハン。あなたにメッセージが。ここにいては危険だ。スカイダイに拉致される。何が起こるんだ。何が起こるんですか。素晴らしいことだ。はい、皆さんこんばんは。今日の映画は2010年、もう2010年というだけで世界中がこれは2001年宇宙の旅の続編だろうということが分かるような大胆な題名ですね。まさにその通り、2001年宇宙の旅、あれから9年経ったんです。さあ、それで2010年、この2010年でこの前に行方が分からなくなったディスカバリー号、アメリカのあの宇宙船がどうも木星の方に行ってるだろう、そういうことが分かって、今度はソ連の宇宙船で探しに行くところからこの映画は始まりますね。さあ、そのソ連の宇宙船にアメリカの科学者とソ連の科学者が乗っております。いかにも面白いね。それでどんどん探していく。さあ、今度はその宇宙芸術、宇宙美術、宇宙の壮大な恐怖、それがまたもや皆さんの前に盛り上がってきますよ。その盛り上がり方がすごいな。しかも今度の監督がまあピーター・ハイアムズなんです。ピーター・ハイアムズと言いますと、そうですね、カプリコン1がありましたね。それからまだありますね、プレシディオの男たちがありますね、ショーン・コネリーの。というわけで一流の監督ですけど、今度はこの監督が自分で制作して、自分で脚本書いて、自分で監督して、自分でキャメラもやってるんですね。だからこの監督の本当の野心作ですね。そういうわけでこの作品は見事な宇宙の一大美術、一大恐怖をお見せしますけれど、この映画の主役はあのジョーズのロイ・シャダーなんですね。ロイ・シャダーがこの映画でいかにもすごい活躍をします。それにまだジョン・リスコが出ますね。ジョン・リスコと言いますとね、サントクロースに出ましたね。というわけでこの映画はいろんな俳優が出てきますけれども、一番問題はこの監督ですね。制作脚本監督撮影してるんですね。さあ、この監督のピーター・ハイアムズの野心がこの映画でどんなに出てくるか、宇宙のスケールがどんなに出るか、映画とはこれ、本当に映画の宇宙美術とはこれ。というわけで今夜のこの1984年度の作品はこのスケールで皆さんをびっくりされると思います。ゆっくりご覧ください。後ではまた会いましょうね。すごい、足がいっぱいだ。任務の背景、1999年月の静かな海でアメリカ探検隊は黒い方形の物体を発見。成分不明、起源不明、命名ピコモノリス。モノリス、理由不明。2001年木星付近、アメリカ宇宙船ディスカバリー。乗務員船長デビッド・ボーマン、副操縦士フランク・プール。乗組員のうち3名の科学者は木星到着時に目覚めるべく人工冬眠。コンピューターハル9000。任務の状態、木星の2つの大きな衛星エウロパとイオに接近中、ハル9000が故障。冬眠中の科学者3名はハルによって生命維持装置を切られて死亡。プール副操縦士はハルにより宇宙船の外で死亡。ボーマン船長はハル9000の回路を切断。ボーマン船長は木星とイオの間で月で発見されたモノリスと同じ物体と遭遇。
木星付近のモノリスは長さ 2km。 ボンマン船長は調査のため宇宙船を離れた。最後の無線連絡は、すごい、星がいっぱいだ。任務の分析、ハル9000の故障の原因不明。ボーマンの最後の方針の意味不明。ボーマンの行方不明、死亡と推定。第二のモノリスの成分不明。第二のモノリスの位置、木星と硫黄のラ・グランジュ点。ディスカバリーの位置、硫黄を回る軌道。ディスカバリーの状態不明。以上、報告書作成、ヘイウッド・フロイド、宇宙科学会議議長、2001年12月9日。はい、いかがでしたか。この監督、ピーター・ヘアムズ、監督だけやな、制作も脚本も撮影もやりましたね。この人、この時41歳、偉いね。40歳でこんな大作与えられましたね。でこの人どういう人か調べたら、お父さんはブロードウェイの演劇の評論家、なるほどね。おじいさんは興行師だから、いかにもその血を引いて小精神、見せて面白いものを作る味を今日の作品にも出しておりますね。そうしてハリウッドで監督になったんですけど、ハノバーストリート、メロドラマのいかにも楽しいもの、それかアウトランド、宇宙映画、そんなものを撮りましたね。そういうわけで、こういう宇宙映画というのはいかにも映画の独壇場ですね。映画でないとできませんね。まずこれに興味を持ったのがフランスですね。そしてそれからイギリスが興味を持って、それからアメリカに来ましたね。アメリカ送りましたね。なぜか言いました。アメリカはもっと理屈をつけて、はっきりと理屈が通るような宇宙映画が撮れたかったから送れたんですよね。で今日もこの映画でモノリスが出てきましたね。モノリスというのはあの石の柱ですね。この前2001年宇宙の旅で、あれは何だろう、あれは何だろういうまま終わりましたね。今日はその謎がちょっと解けましたね。あの宇宙の柱、あれモノリスというんです。モノリスというのは一本の柱、一本の石の柱、墓ですね。そういうものをモノリスと言うんですね。今日はこの映画でこのモノリスが、地球上の人たちは戦わないで、もっともっと地球を守れ、そういうことを支えているような感じがありましたね。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。突然のタイムスリップ、一人の青年が第一次大戦の真っ只中に。そこで出会ったパイロットビグルス、二人が巻き起こす時を超えたスーパーアクション、謎の発信兵器壊滅作戦、タイムスリップアドベンチャー、時を超えた戦士ビグルス。サンフランシスコに犯罪の嵐が吹き荒れる時、ダーティーハリーのマグナム44が火を吹く。白バイに乗った謎の警官、そして殺人集団、事件の黒幕とは。クリント・イーストウッドが送るスーパーバイオレンス、ダーティーハリー2。それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。